はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化暁大付属で、投手やっていきたいと思います。もう強化期間はですね、実は終わっているんですけれども、まあ、あのセーブデータが残っててですね、まあ、自分もね全然強化暁大できてなくて、まあ、投手でも1人くらいはやっとかないとなと思ってセーブデータを残してたんですよ。でそしたらまだね強化期間のその内部データっていうのよくわかんないんですけど、それが残っているらしくて、まあ、期間は過ぎたんだけれども、データとして残っておりますので、こちらで一発勝負ですね、完全に一発勝負やっていきたいと思います。で何をねやろうとしたのかっていうと、まあ、デッキを見てもらえばわかると思うんですけど心シェイク、究極の心シェイク再びです。究極の心シェイクを暁大付属の強化で作っていこうと思って残した、データですね。でもちろん暁の、守るを入れて、でまた筋力要員の野五郎くんで、変化球ポイントの1のセット、野球マン1号で、今回はパピオンを入れてます。で、まあ、ちょっとね、確定情報かどうかは全然わかんないんですけれども、一応心シェイクコントロール依存らしいので、まあ、パピオンからねコンコツもらって、でコントロールも上げていきましょう。今回はもうこれおじゃんになったら完全に終わりなんで、で天才の入部届持ち込んでます。で一応今回の究極の心シェイクは、まあ球速の方を伸ばしていきたいかな。球速を170キロにして、まあ、心シェイクは7にするとして、コントロールもね上げていくんで、前の究極の心シェイクは心シェイク7のナックル7だったんですけれども、ちょっとナックル7は今回捨てて、球速170はちょっとマストで持っていきたいと思ってます。では行きましょう。いきなりコツがあって、変化球の守るくんの人がいっぱい OK、 出だしはかなりいい。でコツリリース、まあしょうがない、それはしょうがないよ、だって何にもポイントないんだもん。そこからもう一回、まあ追求はします。リリースの可能性もあるけど、急速よし、いいね、おお天才。これで千丸がついてくれればいいんだけど、つかなかったね。ただね、強化暁大はもう全然時間がなくてやってないので、まあまず養生だよね。あそうで、打倒はね全員打倒できればいいかなと、最終的にと金徳にはこだわらないで、それで進めていきます。で養生、まずはね心ちゃんよ、心ちゃん。あそうか、でも暁大付属だとちょっと心ちゃんばっかり追うっていうこともできないのか。臨床ポイントを稼いでおきますかね。ここで多分まあ守備がいいでしょう。一番もう一回ちょっと全追求したいな。ハッピー、野球のすべてを楽しみたい。これどうすっかな。前はそんなに重くはないんだよな。見習おうか。これ全然成功しないんだけど。あー 24% か。これでもかなりいいな。24か。やろう。グキ。しょうがねえよね。自己紹介。ここは回復してくれるよね、心ちゃん。あ、回復しないんだっけ。お、ミートパワーが上がるんだ。いらねえ、続ける価値ほとんどねえな。なんだ、普通に経験点くれんのかなって思ってたらミートとパワーかよ。葵ちゃんはいいや、ほっとこう。心ちゃんを、心ちゃんを追いたいんだけどな。ちょっとな、ここはもう美味しいよな。心ちゃんのとこ誰もいないっていうのがな微妙だよね。まあ、守るくんはね、これちょっと受けない。速攻で倒しちゃうと思うんだけど、それはしょうがない。心ちゃんと余剰がいる。守るが倒せるか、まあしょうがない。タックも組めるようになるし、いきなり倒そう。
でもこれ全員上がるんだよね。めっちゃ上がったな。うわ、葵ちゃん体力を削ってくる。一ノ瀬コーチは急速でいこう。とにかく今回は急速を上げていく。いない、メンタルに誰もいねえのかよ。これは寝よう。守るくん一ノ瀬、うーわ養生とか7まで上がったわ。リリースは掴んでない。危ねえ、すっかり忘れてた。これは急速で、急速135かで、リリース、よし。タイピンはやっぱ5だよね。よし、 OK。 てかさ、筋力すんげえもらえるな。養生、ココロちゃんどうなってる？いないね。誰にも勝てない。これは回復したい。さて、ここはのごろくんか。のごろくん悪くない。ココロちゃんも上げておきたい。養生も下げておきたい。悩む。追求だな。筋力ポイントかなりもらってんな今。ちょっと待って、これ見る。のごろくんか、だったら追求しよう。脱散。いや、筋力ポイント39とかなんだ。スッス異常だな、それ考えると。丈夫な体、これはね嬉しい。葵ちゃんはね、通常のイベントで結構体力を削ってくるんだけど、さっきのねイベントがあるんで。で、ここはのごろくんか。悪くないね。ココロちゃんが全然上がんないわ。5か。てか通常4か。暁守がいるから1増えてんだね。どうする。割と余裕かな。いやでも悩むな。ちょっとココロちゃん1回あげよう。お守りがないんで、あげられるときにちょっとあげよう。まだね行ってないはず。まだ行ってないよね。てかココロちゃんのとこに誰もいないんだけど。スタミナか微妙だな。二宮下げとくか。ハッピーもどうか上げとこう。喧嘩が始まった。メンタルいねえ。こういう時に限って人がいないな。おい、これでまた体力が持ってかれるんだけど。メンタルいねえし。ストロングポイント応援してくれ。余剰が倒せる。余剰ぶっ倒すか。さて、12月の3週はね終わって何にもないから悲しいクリスマス。ここは一ノ瀬10とか。うん、どうしようかな。六本木下げておくか。爆弾、爆弾爆発したらどうしよう。で、ここは体力回復しよう。大吉攻めて、うん、ダメか。一ノ瀬が9。二宮も下げておきたいよね。ココロちゃんまだ、ココロちゃんまだ、もういいや。行こう。これはやる気上がったっけ。お、いいね。しまった、変化球がない。やってしまった。久々に
久々に強化暁台をやると、この変化球をてか能力を上げない段階で対決を迎えるっていう。しかし天才で多少能力は上がっている。打たれる、あぶねえ。よくストレート一本でやってってるよな。今のおお、セカンドゴロか。今の抜けたの、あぶねえ。でもなんだかんだで安打一本に抑えたな。これで一応1の手の終わりか。ほい、低めからの八島が倒せる。ここは五十嵐が12か。うん、どうしようかな。いいや、先にこっちやっちゃうか。パピオンが全然こっち来ないんだけど。ヤシマってどうなるんだっけ。服もあ、さっき下がったからいいや。でここはこれの、うん、どれだっけ、これヤシマだったか。7位にしたかったんだけどな。心ちゃん、いや、あげとこう。ちょっとコツをもらいつつ投資。お、いいところで来たね。これどんくらい回復する ?30 か。まあ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 、サボるしかないな。さよなら。一ノ瀬が倒せるは倒せる。パッピー来たね。七位が倒せるのか。ココロちゃん一応乗ったは乗ったか。パッピーはマジで取っときたい。七位で三本松がだいぶ上がっちゃうんだけど、それはしょうがない。よし、伸びつかんで8とか。これで10上がってんだろう。笑顔。よし、回復頼む。やべ、頼むぞ。投手とかどうでもいいわ。で追求ポンコツ OK。 そして心ちゃん、そろそろ球速を上げ始めないと。余っちゃうよね。148でいいや。あ、まだ3だからね。二宮と五十嵐か。3本松12。ちょっと進んできてるな。心ちゃん1回挟んでほしいな。あ、そうそうそう、街道取ります今回。パピオンはまあさすがになんだっけ、驚異の切れ味にするけど、のごろくんね、街道にして170キロ街道にしたいのよ。その代わりちょっと変化球を捨てると。構わない。本物のまっすぐ伸びもコツを取れるんで、パピオンから。よし、もともともう5になってたか。ほいほいと。でで、で変化球覚えとこう。あ、変化球覚えらんねんだ。あ、変化球いいや。ナックルをそのまま覚えとこう。ナックルナックルナックル、ほい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 。でほいほいと。葵ちゃんかー、ちょっと待って、これで何人になる ?1,2,3,4,5 人いくか。まだ割と残ってんな。ほい、二宮倒して、
来た来た来た、ようやく来たよ。空いてる。回復するんだっけ、告白で。回復はしない。コツ一ノ瀬で、一ノ瀬倒すと上がるは上がるんだけど、どうだろうな。6と5か。あれ下がってから上がるんだっけ。ガラシ3本末1にできるんだったらちょっと1にしとこう。よし、とりあえずマインドブレーカーは取れた。頼むぞ。よし、オッケー。街道もかなりつかめたのがでかい。でここはさすがにもうちょっと無理なんで、デートをしましょう。まあ、デートも進めないといけないからね。あとそもそも心ちゃんの評価がそんなに高くないっていう。これは何にもならない。これは OKOKOK。 あ、監督評価か、結構嬉しいな。一ノ瀬が倒せる。つくもはそもそもね、倒せちゃうんだよね。行くか、一ノ瀬。ほい。これで倍になってから下がるのか。ということは、え、ちょっと待って、ということは、どういうこと？111にしとけばいいんだね。よし、急速コツ、これで5ですね。で4月になったところ、まあ悪くはないね。ここ2人いるけど、つくもだな先に。パッピーマジでコツこねえな。で、あ、パッピー来た、やろう。よし、コンコツで、コンコツかつ心ちゃんすげえ評価低いんですけど、コントロールいくつにしとく。 B に持ってくか、とりあえず。いや、きつい、マジできつい。152、いや155で置いとこう。ってことはコンコツはいいや。もう心ちゃん上げてコントロールやって、で守くんから筋力をさらにもらおう。あれ、3本末倒したっけ。倒してないよね。3本末の味方しとこう。一応見る。パッピーか、まあいいや。でそろそろちょっと1人倒しにかからないとまずいんだよな。投手はね、もう倒してあるんで、仮に負けたとしてもしょうがない。71とか、いや本当に急速上げるのきついな。170とか無理じゃない。街道取んなきゃいけないんだよ。ちょっとすっげえ点取られてんだけど。え、誰先発。俺わかんねえ、どっちだったっけ。さてさてさて、ちょっと倒しにかかる。だったらつくも倒したいよね。守るくんか、ちょっとマインドブレーカー取っとこう。いけ、 B 賞ここまで使うんだ、マジか。もうちょっと B 賞やっとかなきゃいけないね。そうすると、ダブルタックル3本末。つくもを倒したいんだよ俺は。かといってな、5月か。いいや、ちょっと2人にしとこう。怖い。でできれば2人倒したよねこの先。だから4上がんの。試験を受けよう。一応ナックルがあるからね。俺のナックルの力を見ろ。
お、撃たれた。マジか。普通に持ってかれたな。さて、この緩急をつけたピッチングで。おお、危ね。最後はナックルで決める。おい。変化球はさすがに2球種覚えらんないな、もう。お、ウェイトレス。これって回復は？とにかく回復今。しら、光力が下がるだけかい。いないな。ちなみに、あ、7減るんだ。あ、7か、6か。守るくんがいたから。じゃあ重なれば倒せるね。ってことは体力の値だな、気をつけとくのは。でパッピーはもう水に流そう。ただしキレがないのか。キレがないのよ、キレが。で6月に入ったらもう一人倒しちゃおう。5月の4週と6月の1週くらいまでは粘る。お、いいね、マッサージ。これありがたいよね、本当に。お、来た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 。これは行きましょう。ポイントは溢れるのが怖いから、ちょっと待ってね。球速を160まで上げて、変化球もナックルを5まで上げて、よし、ダブル。オッケー。であとはちょっとココロちゃんの評価はどうかな。まあ、これでハイスピンジャイロからの復活。よし、これありがたい、マジでありがたい。で誰、いいね、一ノ瀬。まあ、追求するかって言われたらちょっと分かんない。コツがないからね。お、バーベキューで球速。お、ダブルだ、これはやろう。ほい、で一応160にはなったから、ちょっと1回街道を取る。重い。いや、3でよかったよ。でもタイピンも取っとこう。でそこからよ、球速を上げていくのは。復活もう結構使うよな。いや、せっかくだから取っとこう、もったいない。ハイスピンジャイロ、ハイスピンジャイロも使うな。でナックルも上げちゃおう。ナックル、ナックル、よし、ナックル7で、コツとか特にあるわけではないので、ここはもうデートを進める。あとは球速か。街道は取った。ハイスピンジャイロな、取れれば取りたいね。よ、いいね、筋力ポイントいっぱいくれたわ。驚異の切れ味がちょっと厳しいな、敏捷ポイント的に。変幻自在は取った。緩急はただないんだよね。一ノ瀬ワンタックか、どうすっかな。監督評価は問題ないとして、どうする。心って一回あげとくか。あ、そっか、こんなんあったね。これの条件がいまだに分かんないんだけど。コントロール上がった。やった、コントロール2、結構でかいな。ここで32の28、50ポイントくらいはもらえてるってことでしょ。でコツがあるから、ちょっとコツ見よう。のごろくんかおいちゃんかって言ったら、どうだろうな。ポイントが欲しいからな今。いや、ちょっと
A まで持ってける？持ってけるは持ってけるね。技術不足にはなってる気がするけど、足りるか技術。まあいいや、ちょっとこれでいこう。これで心デート。ほい、頼むぞ。このコントロールを見よ。オッケー、心シェイク。お、技術もらった。あとは俺の心シェイクで試合を勝ち進むのみ。ここはサクッといこう。大丈夫だよね。怖いけど164で技術が足りないのか。パッピーが一回来てくれればな。コツ、心シェイク1本か。不安は不安だな。よし、取ってくれた。164キロがどうやって打ってんだよこいつら。マジで怪盗だぞ俺。150キロで落ちていく。ヒット3本も打たれんじゃねえかよ。復活、ほら心シェイクを見ろ。早い、マジで早い。ナイス。いや心強いね暁大付属、さすがに。オーケーオーケーオーケー、中山くんありがとう。変化球、あーどっちだ。まあどっちでもいいや、どっちでもいいからやる。とにかくよし、守るくんか。ちょっと待って、これも見る。パッピー、パッピーかー。悩むな。ただもうコントロール上げ尽くしたからな。技術足りてねえな。技術足りてねえけど、足りてねえけど、なんだ、球速も怖えな。まだ5上げなきゃいけないからね。ちょっと技術はなんとなくこの試合とかで貯めていこう。でこっからもピンチャンでいく。技術が足りなくて今球速は上げられないからね。で変化球のキレ13っていうかさ、パッピーのさあれ無理だよ、脅威の切れ味。あと何回だって守備練やんなきゃいけないの。おい、いきなりやるな。俺のこの164キロストレートを打ってくると。ちょっと待って、こいつら異常だぞ。本当に高校生か。何バットに当てられるんだよ。よし、 OK、 見たか街道。さてこっからはつなげて点をとにかく取る。よしよしよし、3本待つだったらいいや。3点入れちゃおう。 OK、 お、いいね、さすが強えわ。ちょっとこれは無理。アバターボールだと。こっちはココロちゃんよ。お前のアバターボールなど、ココロちゃんの目の前ではただのカスナックルよ。うわ、ちょっと打てない。ヤシマはね、意外にパワーあるんだよね。いや、アバターボールすごい、すごいっす。バカにしてごめんなさい。制球が定まらないようだな。投げました、内角高め、アバタボール外れてボール。フルカウントから結局フォアボール。さて余剰、絶好調だな。待って待って、アバタボールマジで打てねえわ。第2球投げました。なんで心シェイクは打ってくるんだ。全く満塁ホームラン。そよ風追う展開で迎える4回、ツーアウトランナー2塁という場面で、多いね。今のは完全にストレート狙い絞ってたな。心シェイク148キロ。ちょっと待って、だからさ、何なの、なぜ俺はこんなに打たれるんだ。甲子園でやっていく自信がなくなってきた。変化球1種類とはいえ、だって心シェイクだよ。普通打てねえだろう。げっ、危ねえ。
ナイス3本松、マジで助かったわ。3本松って守備いくつだっけ。いいね、復活。こいついいぞ、結構いい選手だ。だからさ、なんで打たれるんだって。結構いい選手ではあるけど打たれる。いいね、ほら初球ストライクから決まってストライク。一つは外したボール、心シェイク。何本打たれてる、結局5本打たれてんじゃん。養生追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、ちょっと狙い目だったけどな。第2球、よし、これはいったっしょ。大活躍だったな、養生。いよいよ最終回を迎え、変わってないな。いや、復活もいいね、やっぱり。3打席連続三振、投球これから2球目、街道低め外角ストライク、そして簡単にツーストライクと追い込んだ、このシェイク。遊び球はいらん、常に3球で決めていく。初球空振り、いきなり160キロ投げました。おお、打たれた。結構飛ぶな、やっぱり。ちょっと行き外そう、もう外角高め、からの心シェイク、打ちました。さあ5球目、もしどうしても変化球ポイントが余ったらチェンジアップでも覚えようかな。それこそ緩急の差がつけられる。投げました、初球心シェイク空振り、ほら直球見送ってストライク、1球1球に。この段階でさ160超えてんだよ、まだ9回なのに。いいねいいねいいね。さてここは一ノ瀬パッピーだな、これパッピーだな。よしよしよし、技術精神、これ最後にテストなんてもういいじゃん、甲子園行くんだから。守る俺の街道を打てるか、この際どいところに。振り遅れてんな。そして最後は心シェイクで決める。どうよ、見たか、これが俺の力だ。やったすげえもらったわ。ちょっと待って、一応メンタル見る。あ、のぼろくんか。じゃあちょっと球速123168とか異常なんだけど本当に。これ追求ありがたい。でピンちゃんだな、ちょっと怖い、打たれそう。行くか、あのエピログポイントとか合わせればいくな。で技術がやっぱちょっと不足してるね、変幻自在とか取れねえわ。じゃあ敏捷2回練習していけるかな。低めとかも投手は持っとこう、根性も直取りしよう、奪三も5か。これでちょっとなんだかんだでちょいちょい筋力と技術を使っちゃってるんだけど。あ、そうだ、俺マインドブレーカー持ってたんだ、忘れてた。いや、この選手が作れるんだったらな、もっとやりたかったな、強化勝木大付属。なかなか時間がなかったんだよね。惜しいことをしたな。そして六本木、お前ならいける、普通に打とう。マジか、八島は持っていけるはず。ワンアウトランナー二塁という場面で八島初球引っ張った、ファルボー、投げた、打った、バット先よ、初球を受け、とりあえず行って、ノーアウトかよ。同点のピンチを迎え、ほら走りやがった、セーフ、二塁はセーフ、ランナーを進められてしまいました。151キロ外れた、もう心しちゃいく、投げた、低め、空振り三振、低めの変化球でからはスイングアウトを取りました。一歩も引かん、投げた、全身守備セカンド、よっしゃ、危ねえ。これでツーアウト、ランナーは二塁三塁、今のはかなりでかかったな。投げました、決まった、ストライク、インロー際どい、いや、インハイ、ストレートは外れて、もこれシェイク、打ちました、頼む、
マジかよ。OK。ちょっとスタミナが減ってきたな、やっぱり。もう2点欲しい。頼む、取ってくれ。取れないか。低まり心シェイク。投げすぎると。お、復活した。OKOKOK。ノーアウト、ここチャンスだ。イガラシ。いいね、二塁まで。オッケー、いった。二塁まで行けば続くからね。俺か。OK、頭越えた。いいね。で、ヤシマは意外にパワーあるから。おお。当たり損ないだったけど。よいよ、普通に行くか。まあ、しょうがない。で、3本は。ゲッ。で、不調やんけ。嫉妬してくれたから良かったものを。よし、7位。マジで7位は使える。おい、振り遅れたけど広角座フォーム持ちだからホームランに持ってけたと。赤月大付属追加点のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で深川打ちました。初球打ち、いいね。この試合はもう決まったな。マジの追う展開で迎える7回です。さすがに負けることはないだろう。ここまで、いや、油断はできないけど。よし、ランナー1人置いて迎えれば。押す、テンポよく行こう。テンポよくポン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 投げてきた。打ちました。セカンド右奥、いいね。セカンド掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第2球、このシェイク、150キロ。第3球はもう投げました。いいね、154キロとか。もはやナックルの速さじゃねえよ本当に。マジック追う展開で迎える8球です。2アウトランナー2塁という場面で土屋。こいつよくこんな投げて肩壊さねえな。ここのシェイク、空振り三振、土屋。よし、ギリギリ持ってるか。投手と宮下根性をつけてあるからね。投げました、打ちました、ファール。投げました。食らいついてるのがすげえよな。でもこいつら本当に投げた。この球に。ここのシェイク外れて、そしてよくよく考えればさ、二宮もよく取ってるような、この心シェイク。150キロで落ちてくるナックルを。後ろにそらしてもおかしくない球だからな、現実的に考えて。よーし、ギリギリ持ったな。余った筋力ポイントと精神ポイントでスタミナ C にはしたいんだよね。やっぱり先発だから。 OK、 なんだかんだで大勝。頼む、よし。誰かの一の世界だったらいや待って、守備2回14、20、え、いくつ。ちょっと驚異の切れ味の必要敏捷ポイントだけ確認しよう。コツなしで敏捷、驚異の切れ味だけで9。でこれはキレのあれを持ってないから9、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22か。いけっかもな。ちょっと守備練やろう。あと他に使うのあったっけ。もちろんここもピンチャンでいく。で練習はもう絶対できる。じゃあせっ近くだからキレはもう掴んでおこう。緩急は何が足りない。あれか、技術か。やっぱり技術だな。うげ、高すぎだろ本当にこれ。169、まあ、いいや、ちょっと置いとこう。ここで負けたら守備練ができないからな。白号お待たせいたしました。ぎっ
点取られてるし、なんだ打たれたのか。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で五十嵐投球、これから2球目。今の行かないの悪くないと思ったんだけどな。てか五十嵐8番かよ。OK、つなげるバッティング、つなげるバッティングで永遠に打てるからね。養生もミートを開いていく。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。第2球、ミード丸って誰、誰が持ってんだ。第3球を投げました、打ちました。頭を超えた。ボールは中継、速っ。後ろのやつ早かった。誰だ、ヤシマか。サモマザじゃもういいや。ジャストミート、おお、二塁まで行ったね。7位、頼れる主砲。ちょっとやる気がなくなっちゃってるけど、まずはアウトロー。それでも二塁へ牽制を送ります。タッチはセーフ、二塁はセーフ。投げた、おお、どうだ。痛烈、伸びた、伸びた。赤月大付属、まあ行かなかったけど。やっぱツーシームでちょっと下に落ちてんな。さて、まあまあまあ負けはないとは思うけど、まだ安心はできない回だからな。オーケー。おい、危ねえ、押し切ったな。9位でノーアウトかよ。偵察持ちじゃん。心シェイクで決めてやんよ。ゲー、これはなんかポテンになりそう。しょうがない、まだまだまだ大丈夫。ここまで2打席連続三振、心シェイク、キレを増したからな。いいね。あれ、今のって点入るの、見送ってストライク。知らなかった。どういう基準。打った、ファールグラウンド、ボールを掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。第2球、おー、投げました、流し打ち。おー、危ねー、食らいついてくんな。ストレートはもう内角高め、投げました。ここシェイク、見逃し三振。バッターは8番望月、赤月大付属。ここは何としても抑えたい場面。1球目空振りから、スタミナ D の2つがあってギリギリ先発投げられる感じだね。一つ外してボール。まあ、ここでねスッスが出てくれればいいんだよ本当は、キャッチャーで。あれ、通常の状態だとさ、スッスっているんだっけ、そもそも。よし、からのよ、からの一応スッスいるか見てみよう。天才、天才ってついてちょっと見よう。天才として覚醒した。ほうほうほう、7700点か。あでもパッピーうまくいけばエピログポイントくれんのか。ちょっとチームメイト、あいない、あ3年だからか、あいない、スッスは入れないといないんだ。じゃあ二宮だよな。全然能力違えんだけど、走塁ヘッスラとか。なるほどね、コツが守備に来てくれてたらな、すげえよかったんだけどな。やろう守備連。さあそして最後だ。そうか、爆速か、やだな爆速やだな、超打ちづらそう。最後のポイントでいいよね。170にはしておこう。 OK、 ほい、よし、球速170はいったな。あとハイスピンジャイロ取れっかな、筋力ポイント的に。本当はだから C まで持ってきたいんですよ、スタミナを。 OK、これでツーアウト。キバ、お前は俺の心シェイク。初球決まってストライク。三球ともここガー、心シェイクが持ってかれた。ひでえ、舐めすぎたわ。直球ストライク、外角高め。全球心シェイクで決めようかと思ったら、さすがにそれは無謀だったね。金原はねマジで嫌だこいつ。金原小平はね本当嫌い。このアベレージヒッター組、三振を取って OK、まあ、1点くらいなんとか
うちの打線で。さあ同点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で。フォーク。ネクストバッターサークルには3本。ヤシノが出てくれればな。確かに。低めボール球打った。ダメだ。ここ飛んでいかない。3本松ミートが小さすぎるかな。ちょっと。見送ってストライク。強振に。第2球。投げた。打ちたくない。ポテンになれ。ならないか。これで2アウト。ならないはいける。ランナーは2塁変わりません。投げた。ボール。やはり頼れるは7位だな。投げました。ボール。振り返って二塁牽制球。第3球を投げました。おら、センターへ上がった。マジか。今の行かないか。しかし打ってくれんな。さすがに打ってくれんな。ワンアウトランナー二塁という場面で。芝を引きずり下ろしたいな、まずは。ネクストバッターサークルに控えているのは五十嵐。第9球投げました。重っ。マジで重いんだけど。2アウト。ランナーは2塁変わりません。カーブはボール。第2球打った当たりだ。聞こえない。3アウト。やばい。ちょっとすげえチャンス作ってくれてんな。同点のチャンス。本当に本当なんかもうどっちかっていうと申し訳ない気持ちでいっぱいなんだけど、打てなくて。いや7位はさすがだけどさ。水鳥か。え、これ大丈夫？大丈夫か。これで3アウト。金原。ここはなんとかしのぎたい。バッターランナー二塁という場面で金原。もう第3球を投げました。いや、本当に金原やだ。中継波動1点返しました。マジで強えわこいつ。この後に控えているのはアベレージヒッターがね。これもしかし空振り。なかなか厳しいよね。塚田、全くタイミングが合いません。バッターは第1球。福岡も強くねえかこいつ。投げた。心シェイク空振り。これで追い込みました。ボール球。よし、六本木ナイスだ。あれ六本木じゃなかったら危なかったな。さあいよいよ、なんだかんだ。しかもトップバッターは金原。チャンスメーカーからの金原かよ。すげえ嫌な打順。投げた。打ちました。ほらこれよ。マジで何なの。ナイスバッティングです。さあ大場所よ。低め際どいボール。投げた。3球目ストライク。投げた。決まってストライク。第5球スタミナが打った。打った。よしこれはゲッツ。オッケー。アウト。ダブルプレイ。さあいよいよ、あとはこの第2球、夏目とかいうわけのわかんないやつを抑えれば。ちょっと心して結果外そう。魂を込めて投げ込みます。入ってきた。入ってきたけどなんとかなった。おー、いいね。ここのポイントもかなりでかい。いやこれ普通に悪くないんじゃないか。いや変化球一球種しかないけどね。ないけど、これは究極の心シェイク、改め極限心シェイクだな。まあ、先発でいきましょう。復活持ってるし。よし、対強打者もくれた。そしてパッピー、お前どんくらいくれたっけ。何気に筋力いっぱいくれるんだ。まあ、技術も結構くれるしね。脅威の切れ味ってこれ絶対1だっけ。まあ8900ポイントはそこまで気にはしてない。ででよ、まず脅威の切れ味これは取ろう。そこから変幻自在も取れるよね。取ろう。 OK で、スタミナちょっと待ってね。スタミナを60C まで上げて、その後ハイスピンジャイロがいけるかどうか。あ、いけるな。ハイスピンジャイロ取る。で、ちょっと待ってね。変化球は余ってるっちゃ余ってるんだよ。ただ技術が不足してる。ただこの変化球ポイントやっぱり余らせるのはもったいないな。チェンジアップにするか。緩急をつけるためにチェンジアップ覚えよう。でなんとなく余っ、ちょっと待って、特能に振るか。やっぱりチェンジアップは1でいいや。低め、尻上がりか。尻上がり悪くねえかもな。先発をこなすものとして。でじゃあやっぱ低め欲しいよな。逃げ球はもう取れなくなっちゃったか。で変化球は無理だよね。チェンジアップ、低めを捨てればなんとかなるか。打たれ強さに、まあ、せっかくだからタイピンにしとくか。
精神がだいぶ余っちゃったけど、まあそれはしょうがない、まあ、そういうコンセプトだから。じゃあちょっとスタミナ上げとこう。うん、だから800ポイントくらい余ったけど、800ポイントくらい余ったけど、まあいいよ、結構いいんじゃないのこれ。球速170キロ、コントロールあって、スタミナもあるから、街道ハイスピンジャイロっていうのがいいよね。街道ハイスピンジャイロ、驚異の切れ味、変幻自体、復活マインドブレーカーと。で、心シェイクも7で、チェンジアップも覚えたから緩急もつけられると。いや、こいつはいいな。最後の最後にして、なかなかいい選手ができた。で、そう思うとやっぱりもったいなかったよな、強化暁の期間。まあ、またちょっと強化暁、ピッチャーは作りやすい。やっぱりね、ピッチャー作りやすい。ということで、こいつもね、これは極限心シェイクだな。極限心シェイクキャラとして、使っていきたいと思います。まあ、そんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。